こんにちは、小太郎とゆうかです。まあ、今回は、まあ、僕もめちゃめちゃヘビロテしているこちらのグラウンズを紹介したいと思います。まあ、本当に魅力がいっぱいの靴になってるんで、まあ、こちらを紹介して皆さんに魅力を伝えれたらなと思います。まあ、それでは、まあ、一足一足紹介していきたいと思います。はい、まずこちらがグラウンズの定番のアイテムとなっているジュエリーという方ご紹介したいと思います。でこちらの特徴はコンセプトが白ジュエリーということで、まあ、一番の特徴はソールのこちらの存在感のあるジュエリーのようなソールが特徴なのと、アッパーがニット地のアッパーを使っているので通気性も抜群のアッパーとなっております。続いてジュエリーテープホワイトブラックを着用してみました。このカラーはニットアッパーの上にホットプリントのテープを貼り付けており、一見シンプルに見えますがインパクトのあるデザインとなっております。こちら私の私物なのですが、何にでも合わせやすいデザインで着回しが効くので私も愛用しています。続いてハイウェイネオンを着用してみました。こちらソールカラーはヌードとなっており、アッパーは夜のハイウェイをイメージしたものとなっております。ネオンカラーは光の帯をイメージしており、個性的なデザインが特徴です。続いてブラックグレーを着用してみました。こちらソールカラーは先ほど同様ヌードとなっており、アッパーはニューヨークや東京からインスピレーションを受けた夕方の街をイメージしております。グラウンズのジュエリーの特徴として身長が5センチ高くなるのも嬉しいところだと思います。続いてアッパーはブラックグレー、ソールはブラックパールを着用してみました。こちらのカラーはかなりモードな雰囲気のカラーとなっているので、スニーカーでカジュアルになりすぎたくない方でも雰囲気をしっかり出せるものとなっております。はい、続いてグレースカイのアッパーとブルーのソールのお色となっております。でこちらは差し色なんかに使っていただいたらすごい発色のいいブルーが際立つんじゃないかなと思います。はい、でこちらが今シーズンから新しい素材で作られたアッパーになっていて、まあ、透明なアッパーになってるんで靴下のお色なんかで遊んでいただくことも可能となってます。でまあこれからの季節とかだったら本当に涼しげな雰囲気と近未来的な雰囲気が相まってすごいかっこよくコーディネートに合わせれると思います。はい、こちらインターステラービッグマック着用しています。でこちらコンセプトが重力を忘れさせるようなコンセプトになっていて、まあ、なんといっても履き心地が最高でソールも軽やかになっています。で牛革とナイロンを合わせたアッパーが特徴となっていて、ソールの高さもあるんで身長を盛ることも可能となっています。はい、こんな感じでグラウンズ今回は紹介しました。まあ、こちらの商品すべてオンラインストアで確認できますので、よかったらチェックしてみてください。で YouTube のチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。お願いします。で Instagram もやってるんで、よかったらフォローしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。